はい、皆さんこんにちは。魅力外です。今日はですね、おとといの動画で、政府は経済対策を行う、ことを、まあ、昨日の、いつか閣議決定するだろうという話を、しました。で、まあ、大体、経済、事業規模にしたに、まあ、20数兆円、それで財政支出も13兆円、約13兆円やるというようなことを言いました。それでですね、昨日、夕方閣議決定して、それでもうバーンとその内容、今日の一面、出てます。これは産経新聞のウェブ版、まあ、産経新聞の一面ですね、読んでいきます。経済対策を閣議決定、事業規模26兆円、財政支出は 13.2 兆円、所掌、力強い、力強い政策パッケージ。本当でしょうかね。ちょっと読んでいきますね。政府は5日、夕方の臨時閣議で、事業規模26兆円程度の経済対策を決定したと。財政支出は13兆2000億円程度で、うち国、地方の歳出は9兆4000億円程度となるということです。それでですね、もうちょっと詳しく、言うところですね。安倍晋三首相は、同日午前の政府与党政策懇談会で、令和最初の経済対策にふさわしい、力強い、政策パッケージを取りまとめることができたと強調したらしいです。それでですね、実質国内総生産の押し上げ効果を3年度頃まで、令和3年度頃まで 1.4% と見込むと。で、先ほど言ったその、国地方の歳出9兆4000億円程度のうち、国費は7兆6000億円。財政支出では国地方の歳出に加え、国が定理資金を供給する財政投融資を、3兆8000億円程度活用するということですね。まあ、今回やっぱり台風被害とかで、台風被害はありました。そしてあと、まあ、米中貿易摩擦によるその世界経済の不安定化というのもあります。なんでね、そういうふうなもの、あと、オリンピック後ですね、来年のオリンピック後、景気が冷え込むのではないかというふうな予想されてます。そういったその、経済活力維持の重要性などを踏まえた施策も柱に備えたというようなことらしいですね。まあ、大体内容的には、おとといの動画で言ったような感じですね。まあ、治水事業にお金を、お金を使うと。いうことですね。あと、まあ、中小企業の生産性向上支援などを進めると。あとは、就職氷河期世代の、国家公務員の中途採用に2年度から3年間集中的に取り組むと。あと、まあ、5G のその、施設だとか、そういうふうなものですね。内容的には、おととい言ったこととほぼほぼ一緒ですね。まあ、金額的にもほぼほぼ一緒ですね。それでですね、まずこの経済対策の名前なんですけどね、名称はですね、安心と成長の未来を開く総合経済対策ということらしいです。安心と成長の未来を開く、総合経済対策。なるほど。安心と成長の未来を開くんですから、成長未来を開くんですから、未来を開くんですから、今年で終わったら終わりとダメですよ。まあ今年来年のその1年間だけで終わったらダメですよ。13兆程度の財政支出、20年以上やってもらわないことには未来開けませんから。それはもう一昨日の日も散々、口酸っぱくして言いました。ここで一番重要なのは、規模もそうですけども、それ以上にどれだけ続けられるかです。これを。20年以上続けてください。そうすると日本ガラリと変わります。いい方向にガラリと変わります。これができるかどうかです。ここができるかどうかが本当に瀬戸際です。財政なかったら国債発行すればいいです。それだけです。ただそれだけです。ガンガン国債発行する。今、デフレ性経済、インフレ率 2% にも全然満たないくらいの、インフレ率ですから、ガンガン財政支出しても、インフレ高くなる 10%、15% になるということは少し考えにくいです。だから13兆円、あるいは15兆円のその財政支出、国債発行による財政支出、これ20年以上続けてもらえればベストです。ただもうここで言ってますからね。この題名、皆さんよく覚えておいてください。安心と成長の未来を開く。書いてますね。安心を、それよりも成長、未来、成長と未来ですよ。
1年で終わりじゃないですかね、成長が。20年以上やってもらいたい。ああ、ほんとはもう未来永劫やってもらいたい。1000年、1000年、1万年ぐらい、1万年ぐらいやってもらいたい。それぐらいの企画がなければ、安倍内閣やっぱり経済成長否定政策であったと。推進内閣だったということが言えます。アベノミクスはやっぱり経済成長否定政策なのか、それとも経済成長政策なのかが、これに、よって決まります。この、経済政策、20年以上続けてください。そしたら認めます。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニア。